あの24時間誰にも迷惑をかけずに一人で服を脱いで、服を洋服を着てお風呂に入ってですね、で一人でトイレに行って、ね、で、まあ、あの動けるような状態、ただまだ全身痛いです、やっと動けるような感じです。あの一目見て、いや、まあ、あの誰か他人が見た瞬間に、あ、この人体が不自由な人なんだって分かるような動き方をしてたそうですけども、ただ24時間誰にも迷惑をかけない、お世話を受けない、まあ、当たり前だと私たち思ってるかもしれませんけども、一人自分で生活するっていうのは、こんなにありがたいことがないことはないと思うぐらいに嬉しかったそうです。誰かのお世話になって誰かに迷惑をかけて生きていくことって、どんだけ辛いことか苦しいことか人として痛感したそうです。本当に嬉しかったし、痛いのはどうでもいいって思ってたそうです。どうでもよくないですけど、痛いのは。でも先生にとっては、ね、誰にも迷惑かけないことが嬉しかったそうです。痛いのなんてどうでもいい。